暑くなっても。これがクソヒノキの昆布茶な。匂い嗅いでみ。いい匂いやろ。ちょ、上品やな。うん、上品や。これが日本一のヒノキやな。ちょっと酔っとる感じで取ったの。うん、酔っとる感じ。鳥とか見とる。ごっついね。うん。こう入れたら、まあ、どんなとこにかかっても柳小屋風にバーンとこうかかるわな。豪快よな、これ。豪快やな、これはもうまずないと思う。まあ、自分のチャンネルはこの家作りが中心ですね。家が最初から最後までこういう風にできていくよ、そういう風にこの見せるのがうちのチャンネルだと思ってます。興味のある方はぜひ見てくださいね。